はいどうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい。今回なんですけども、皆さんですね、災害対策どのように行われておりますでしょうか？例えばですね、東京だと地震、あとは河川敷の氾濫で大雨とかで災害が起きたりとかして、停電とかも結構東京は多いです。そういった時に一番大事なのは、もちろん命も大事なんですけども、やっぱりね、情報収集ができるデバイスの電源確保、これは結構大事かなと思います。常日頃から備えとして装備していただきたいところとしては、大容量のモバイルバッテリーとか、あとは車がある方とかだったらね、もっと大きい蓄電ボックスとかそういうのを持っといていただきたいなとは思うんですけども、僕もそうなんですけど、車持ってない人からしたら、やっぱり備えておきたいのは乾電池式、あとはロングランバッテリー式、こういったものを備えておくのがいいんじゃないかなと思っております。ただし、僕、ふとした時思ったんですよね。乾電池式って、じゃあ、乾電池なくなったらどうなるのとか、それこそ震災起きた時、乾電池他で売ってるっていう風に思ったりとかした時に、ないじゃんって思ったんですよ。で、ロングランバッテリー式は、一回フル充電して、なくなったら、じゃあ次フル充電できる機会あんのって思ったら、多分ねえんじゃないって思ったら、モバイルバッテリー自体が、ちゃんと電力を自給自足できるような感じの大容量モバイルバッテリーじゃないと、今後これ地震起きた時とか災害起きた時困んじゃないっていう風に思ったんですよ。で、そんな時にいいなって思った商品があったのでご紹介させていただきます。こちらです。はい、こちらなんですけど、現在クラウドファンディングで出資支援を行っているファルコというアウトドアブランドから出たですね、ソナエという商品になっております。はい。で、こちらなんですが、ただのモバイルバッテリーにはなっていなくて、実はですね、これ、前面のここを開けるとこういう感じでね、太陽パネルが搭載されたモバイルバッテリーになっているんです。このコンパクトさからは、とてもじゃないけどね、思いつかないようなですね、特徴の多さと、あと機能性を備えておりまして、これはぜひですね、一家に一台持っていただくのがいいんじゃないかなと僕は思っております。で、僕一回これね、使わさせていただいたんですけど、これ使った感じね、かなりいいし、いや、欲しい機能結構入ってたので、災害用ライト探してる人とか、災害用のモバイルバッテリー探してる人には、ぜひおすすめしたい一品です。はい。特徴なんですが、先ほど多いって言ったと思うんですけど、全部でこれだけございます。中でも僕すごいなって思ったのが、これ MacBook Pro も充電できるぐらいですね、かなり出力が高いです。18W 最大出力があるので、ここはいいかなと思います。はい。あとは停電でも安心の LED ライトがついていたり、太陽光発電のソーラーパネルが4枚中に付属しているので、結構電力を集めるっていうのも効率化が図れるかなと思います。その他もですね、結構アウトドアブランドならではの特徴が結構あるので、今回はね、余すことなく僕の方で紹介させていただくので、これいいな、これ欲しかった機能だなっていう風に思った方いらっしゃいましたら、ぜひですね、最後まで見ていただいて支援の方よろしくお願いいたします。それじゃあ早速こちらの方、詳しくスペックとかも見ていきましょう。はい、お待たせいたしました。こちらが今回ご紹介するファルコから出ているですね、ソナエという商品になっております。はい、開けていただくとこういう感じで太陽パネルがパッと出てきて、大きさ的にはね、開くとこんな感じになるんですよ。結構大きいかなと思います。こちらスペックとしてなんですが、スペックとしてはバッテリーはリチウムポリマーバッテリーを積んでおります。で、5V の 300mAh の、パネルが4枚ついているといった感じです。インプットの充電入力としては、Type-C の 5V の 3A、9V の 2A、12V の 1.5A という形になっております。なので、太陽パネルで、使っていただくこともできますし、なおかつですね、この上の部分なんですけど、これ開いたら、USB の給電ポートも一応ここのところに Type-C があるんですよね。なので、1回のフル充電は、何も起こってない時に家で、時間がある時にやっていただく方法で充電していただくのもできます。アウトプットとして、給電出力として DC5V の 3A から 12V の 1.5A まで対応して、 Type-C の PD で出力した場合はですね 18W なので、パソコンとかそういったものも基本的には充電ができます。で、ワイヤレス充電もついていて、ここが C パッドになってるんですよ。なので C 充電対応の携帯とかを持ってる方であれば、ここに置いてですね、あとはこのバッテリーをオンにさえしてあげれば充電もできるっていうところで、線がなくても充電できるのは結構最近の携帯からしたら嬉しいかなと思います。素材は ABS プラス、プラスチックプラスシリコンプラス USB カバーっていう形ですね。 LED がこれ背面のこの裏の部分なんですけど、ここについていまして、これが9個ついてるので結構明るい、ライトを、施してくれるそうです。後ほどまた詳しく説明させていただきますが、様々なパターンでこうライト点灯ができるので SOS 発信とかにも使えるっていうところでは本当にね、これ災害時使えるかなと思います。 IP66 の防水防壁レベルを対応しているので、まあ災害時ってね、結構水浸しになったりとか、それこそなんか岩がゴツゴツして危険な道なりとかが結構多いと思うんですが、そういうところでも実際使っていただきやすいので、これはもう本当アウトドアブランドならではの仕様かなと思いました。はい、商品サイズは 175×85×25 で、重量は 590g なので、やっぱりねちょっと重たさは若干あります。はい、一応今回はサンプル品のため全てが揃ってるわけではないですが、タイプ C ケーブル、ユーザーマニュアル、カラビナとですね、付属品が揃っていますので、まあ使い方わからないよっていう人は、マニュアルを読んでいただければ基本的には使い方がわかるかもしれませんし、僕の動画を見ていただいてですね、参考にしていただいても構いません。それじゃあ早速ですね、こちら商品の方を詳しく見ていきたいと思います。機能がね、とにかくめちゃくちゃあるんでね、今回ですね、機能をちょっと絞ってですね、皆さんに一番届けたい内容を僕の方でご紹介させていただければなと思います。はい、まずなんといってもこいつすごいのが、MacBook も充電できるぐらい出力が高いというところです。はい、今現状はですね、こちらなんですけど、充電が一応4ぐらいあるんですよね。で、どうやって MacBook とかそういうパソコンを充電すんのって思うかもしれないんですけど、まずここの先端にある Type-C のここのポートに Type-C のケーブルを挿します。例えば使えるので言ったら C2C ケーブルなので、こういう風にね、先が CC のやつになってるやつを使っていただく感じで、まず C をねこっちに挿します。はい、で挿したら、今回ねちょっと MacBook Pro 今撮影中なので使えないんですけど、こういったHP のパソコンでいいんですけど、この充電のところにこう挿してください。で、充電されていればここの部分がオレンジに光るんですけど、今分かりますかね、これうっすらなんですけどオレンジに光ってんすよ。はい、こういう感じでね、こんな出力が高い PC、 これゲーミング PC ですよ。しかもこれ開けると分かると思うんですけど、 NVIDIA のねGForce とかが積んであるような結構ね出力が高い PC でも、こういう小さいモバイルバッテリーだけあればですね、充電ができるんですよ。なので、旅行中はもちろんこと、キャンプでの編集、あとは最近お子さんだったらね、結構ゲームを PC でやられる方多いと思うので、野外での C 充電とかにも使えるかなと思うので、こういうのは結構ありかなと思いました。これは結構僕の中では驚きですね。はい。最大の情報収集デバイスって何って言ったら、やっぱりパソコンだと思うんですよ。なので、こういう風にパソコンが外で使えるっていうのは結構僕的にはありかなと思いました。はい。もちろんこのソーラーバッテリーじゃなくて、普通の通常のバッテリーだとしても、こういうモバイルバッテリーで、こんなでっかいパソコン充電できるのってほぼないんすよ。そういう意味では、結構これはガジェットを持ってる人からしたらニーズが高いんじゃないかなと思います。はい。で、さらにはそれだけじゃなくて、これワイヤレス充電もしっかりとできる製品になっていて、ワイヤレス充電どうやんのっていうとですね、ワイヤレス充電をする場合はちょっとね特徴があります。どういう風にするかっていうとですね、まずこのまま乗してもワイヤレス充電はできなくて、この側面のとこ、ここのね、後ろの一回電源ボタンをポイって押してあげると、ここの側面がね、3回点灯するんですよ。これが3回点灯したらワイヤレス充電機能がオンになります。なので、それがね、できたらもうこれを乗してあげる。これでワイヤレス充電ができるといった感じです。で、一応この製品は 5V の 2A、10W に最大出力することが可能なので、結構ね、ワイヤレス充電としても、早く充電ができるかなと思います。ちなみに、これワイヤレス充電のサポートがしてない場合とかは、これ充電できませんし、なおかつですね、この側面の青いここの部分の、ライトがですね、赤く光った場合は、このデバイス自体が充電ができてないよっていう風に教えてくれるので、こういう風にインジケーターがあるのは結構僕としてはありがたいなって思いました。まあ本当にね、線を持ってないとか線忘れちゃった、線紛失しちゃったっていう時も結構安心できるかなと思います。はい。で、しかもね、これ言ってみれば、これ上に1台じゃない？で、この上に3ポートあるので、4台同時に充電ができるんですよ。なので、複数デバイスを持ってる人にも結構これは安心できるんじゃないかなと思いました。例えば、タイプ C ライトニング、あとは普通のタイプ C、タイプ C、あとはタイプ C ライトニングで、プラスオンで、まあ、こういったイヤホンとかも充電したいよっていう場合は、こういう風に乗せてあげることで、最大ね、4つまでいけるので、ほんとね、いっぺんに充電したい、ガジェットが多いっていう人とかにも結構いいかなと思います。で、今ね、これ、ライト環境下で撮影してるんですけど、ライト環境下でも、こう見て、ほら、ここの部分、ちゃんとね、グビと充電してくれてるんですよ。なので、このソーラーパネル自体もですね、このライト環境下で充電できることから、まあ災害時のね、災害避難場所でこれ開いてちょっと充電するとかもできるので、コンセントいらずっていうところでは結構僕これはありがたいんじゃないかなっていう風に思いました。一応ね、例えばこれでの充電がちょっと遅いよっていう時で、ちょっとコンセント使わせてあげるよっていう場合は、この部分にね、差し込んであげれば、これ自体の充電も全然できるので、ソーラーだけに頼って、まあ、時間をかけて充電するっていうわけではなく、まあ、その時の臨機応変でですね、様々なデバイスがちゃんと充電できるっていうところでは、これは結構使いやすいデバイスになってるんじゃないかなと、個人的には思っております。やっぱり災害時嬉しいのが先ほどご紹介した IP66 の防水性と防塵性だと思うんですよ。ね、IP66 っていわゆるどれぐらいなのっていうと、まあ、要するにですね、強風による粉塵が内部にも入らないし、豪雨でも浸水の恐れがないっていう仕様なんですよ。なので、上から例えば水とかそういったものをかけられたとしても大丈夫な形になるので、まあ、そういう意味では本当にね、こう、屋外で安心して使えるんじゃないかなと思いました。はい。まあ、表面こういう革製なのに大丈夫なのって思う方いらっしゃると思うので、ちょっと簡単に水ちょっとかけちゃいましょうか。はい。今ちょっと水をご用意しました。はい。こんな感じでですね、水をですね、こういう風にかけても大丈夫なんですよね。で、撥水性もちゃんとありますし、なおかつですね、まあこう、バッテリー自体も壊れないっていうところでは、こう本当にね、雨の日、あとは災害時、浸水時、使っていただきやすいんじゃないかなと思います。はい。まあ一応ですね、このように濡れた時はですね、後からちょっと安全な場所とか、まあそういったところに確保したら、こういう風にね、拭いてあげて、ちゃんと水だけね、こう取り除いていただければ、もうあと乾かしたらね、全然使える形になりますので、まあ本当にこういう風に使っていただければなと思います。で、ちなみに革の部分に関しても、こんな風にね、結構撥水性が強くて、あんまりこう染み込んでないんですよ。なので、本当これ使いやすいんじゃないかなと思いました。避難時って何が一番大事っていうと、やはりこのライトも大事です。例えば、トンネルとかに取り残されてしまったとか、暗い場所でなかなか発見されないっていう場合、これを持ってれば、ちょっと安心できる機能があって、例えばこれ、ここ押すと、こんなにね、明るいライトがつくんですよ。で、さらにもう一回押すとちょっと弱くなって、次押すと、こう点滅で相手にこう、僕ここいるよ、私ここいるよって分かりやすくする。で、もっと緊急性があれば、この SOS ってやつで、まあシャッターのように光らせるとかができるので、これは結構ね、災害時嬉しいポイントかなと思います。で、どれぐらいこう明るいのっていうところもあると思うので、ちょっと若干だけ暗くしますとですね、こんな感じになっていて、今ちょっと暗くしたんですけど、暗くしたらこれぐらい明るくなるんですよ。なので、結構ね、暗いところでも使っていただきやすいかなと思います。はい。まあ電池の減りもね、そこまでの減りが早い方ではないので、災害時、ずっとつけていただくといざという時に使えなくなってしまいますが、それでもですね、いざ必要な時っていうのはこれでもう本当周りを照らして、私ここいるよ、私ここだから助けてっていうのをちゃんと示してあげるのはありかなと思います。それじゃあちょっとですね、こちらを外に持ち運んで、外での給電スピードっていうところもちょっと見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。今こんな感じでですね、太陽に当たるところにソーラーパネルをつけて、線で繋いで iPhone を充電しております。で、だいたい今10分15分ぐらいこれでやってるんですけども、先ほどまで 23% だったのが、そうですね、35% から 40% ぐらいに推移で上がってきていますので、結構充電速度としても速いです。やっぱタイプ C で、なおかつこのケーブルによってもだと思うんですけど、ケーブルもですね、充電速度が速いものを使っておけばですね、結構災害時、スムーズに充電が行えるかなと思います。皆さんいかがだったでしょうか？先ほど外で、ちょっと充電してきました。結構充電スピードも速かったので、iPhone 自体の充電もしやすかったなって感じがします。はい。じゃあちょっとまとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。今回はですね、こちらのソーラーバッテリー、ソナー A をご紹介させていただきました。はい、実際使ってみて良かったなって思ったのが、やっぱりこの充電ポートも多いし、なおかつですね、それだけじゃなくて、このパネル自体も枚数が結構多くて広いので、この小型バッテリーからは想像できないぐらいのですね、充電効率、給電効率っていうのが結構ちゃんとされてたなっていうふうに思います。で、やっぱりこの世の中的にもね、持続可能エネルギーっていうのをやっぱ見直しがされていて、エコ活動とか、あとはね、脱炭素化活動とか言われてるじゃないですか。なので、こういう一人一人が、普段の、ちょっとしたね、充電とかをエコに変えるだけで、地球環境が結構いい方向に向かったりとかもするんですよ。なので、ぜひですね、災害だけじゃなくて、日常生活でもこういうソーラーバッテリー取り入れていただければ、僕としては、ちょっとレビューした回があったなっていうふうに思います。やっぱさすがね、アウトドアブランドと共同して作ってるなっていうだけあって、すごいタフだし、すごいね、見た目もかっこいいし、野外で使うにはかなりいいなっていう風に思う機構がたくさんあったので、僕的にはね、これ最近使ったモバイルバッテリーの中ではデザイン性とかそういったところも含めて、結構点数としては95点ぐらい、かなり高いなって思いました。じゃあ5点って何っていう風に皆さん思うと思うんですけど、5点としては、ちょっと重さがね、やっぱり重くなってるので、ちょっとそこがね、日常使いする上でポケットとかには入れにくいなっていう風に思ったので、ちょっとマイナス5点にさせていただきました。けど、やっぱりいいところとかたくさんあって、充電効率早いとか、家族がたくさんいてもこれだったら充電できるとか、置いて充電できるし、パソコンも充電できるし、携帯も2個充電できるしっていうところでは、ほんとね、災害時起きた時に、これ情報網を決して絶やすことがない最強の、相棒になると思うので、ぜひ皆さん一家に一台、備えてみてください。はい、こちら、まだ支援の方は続いておりますので、ぜひ僕の概要欄の方から支援していただければなと思います。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあの。